人が通る。人に聞かれて得をすることはないわ。気をつけ。君、部外者だな。ここで何をしてる？学生だな。一般会員か？この辺りは立ち入り禁止だということを知らないのか？では何だ？自分が何をしているかもわからないのか？君、俺を舐めているのか？貴様、今、俺の耳のことを言ったか？俺の耳を、小麦粉をこねた皮で肉野菜を包んで蒸したり焼いたりしたあの中国料理になぞらえたな。言ったじゃねえか。どうしたの？こと。待てこら！高さで締め落としたら！
小僧、俺の耳餃子、おめえの血だれにつけてやろうかい。悪いな、耳が塞がっていて聞こえねえんだ。そんなもんに騙されるか。おお、本当だぜ。なんだ。待てこら。学生気分はもう許されない立場だってこと忘れないように。いきなりトラブルだなんて先が思いやられるわね。あの男とはあまりトラブルを起こさないで。主義者よ、あれでも。そのうちまた家でも顔を合わせることになるでしょう。その時土下座でもしてうまく清算しておきなさい。お前はまだ心の整理がついていないのだから同情の余地はあるけれど、そういう時は仕事よ。体を動かしていれば気持ちは追いついてくるわ。立ちなさい、これから人と会うのよ。お前が会うのよ。他の幹部に面通しを済ませておかなくては。今日のようなことはもう嫌でしょ。気は進まないけど、こればっかりは仕方ないわ。気を抜かないで厄介な相手と面談しないといけないのよ、お前。秘書のつくのよ。さ、お久しゅうございます、学生さん。はい、とても数奇な形で不思議な縁があればあったものです。茜さんが野良超人を保護されたというので私も気構えたものですが、顔見知りでほっといたしました。あなたがこちら側においでになるとは意外でした。こちらこそ護衛スタッフだそうですね。殉職目指して頑張ってくださいまし。必要なことはこのつくのと相談するといいわ。
それはこれから出てくるのよ。ふざけた態度の通じる相手ではなくてよ。気を引き締めておきなさい。これ、シマコ。また一人で出歩いていたのね。危険人物ではないわよ。違うわよ。見てわかりなさい。明るい人は苦手なんです、この子。それは私がこの子を指導しているからでしょうね。聖女のしもべに与えられる仕事の一つよ。この子も同じしもべでね。幼い者や年若い者の面倒を見るのは年長者の務めなの。つくのに任せきりになってしまっているけれど、わかるでしょうけど、シマ子はちょっと難しくて、この年齢になっても言葉を持たないの。シマコが初対面の人に興味を持っている。偶然よ、きっとね。この子はそろそろ眠る時間ですので連れて行きます。お願いね。それでは天王寺さん、また。ちょうど時間ね。軍勢で来るわよ。覚悟しておいて。くだらぬ騒動を持ち込んでくれたものだな。いいから下がれ、おバカ。こちらとしては騒動のつもりはなかったのだけれど、
どうも勝手に騒ぐ輩がいたようで。付き人を一人雇ったくらいで九段階とは思いもしなかったわ。それとも何かしら？この機会に理事会は聖女会の雇用方針にまで強権的介入を行うことになさったの？憶測で物を言うのはやめてもらおうか。これは糾弾ではなく話し合いだ。3対1で圧迫しようとしていたくせによく言う。このことは聖女のしもべに対する不当な喚問として鹿島に報告させていただくわ。この大事な時期に圧力を招いては学部全体の威信を大きく損ないかねないものね。落ち着け千里。詰問でも尋問でもないと言った。正式な苦情だ。苦情？聞くわ、須崎。そのものがそうなのか。Tennouji Kotarou、Kazamatsuri学院の元学生。まだ子供ではないか。例外的な処置であることは理解しているけれど、その上でも得難い人材と判断したわ。別に幼いしもべなどいくらだっているでしょう。しもべならそうだがね。学校で知り合った男を身内に引き入れるというのは節度ある行動とは思えないな。それに彼はとても得難い人材とは見えん。なんだと？してちょうだい。気が緩むから。では君はその子供が身辺警護に足る力量を持っていると、そう主張するのだな。当然だからこそ起用したのだし、私との接触時間が長い彼からこれ以上狩猟者に情報が流れることを防ぐ意味でも今回の確保は妥当と判断したわ。時期的に妥当と思えんね。収穫祭は目前だ。最も必要な時期に彼には何の働きも期待できまい。それとも生きた盾にでもするつもりかな？ええ、そのつもりだわ。
本人にその覚悟があるとは思えないがな。天の字、私のために死ねて。こんな子ではあるけど、忠誠心は本物だと思うわ。どうだかな。口では何とでも言える。正直、君が愛人を引き込んだと思うものが多かろうな。構わないわ。私の判断が正しいことはいずれ証明されるはずだもの。ゲスの勘繰りなど気にもならないわね。奇弁だけは聖女譲りなのだな。桜様もそうした物言いをよくなさった。もっとも我々の間には強い信頼関係があったものだがね。あら、私にも同等の敬意を払ってくれて構わなくてよ。彼女の言葉と君の言葉が同じ重さだとでも？思い上がるのもほどほどにしたまえ。私たちは君の奉公人ではないぞ。立場を考えなさい。聖女のしもべが色恋を組織に持ち込んだなどという誤解を放置しておけるものかね。それを問題とするなら、そもそもお前と鹿島の関係はどうだったのか。知らないな。言いがかりはやめてくれるかな。同じ言葉を返すわ。色恋だなんてぶしつけ。話し合いから取り除くべき言葉ね。彼は有望な人材なのだったね。それを証明できるのかね。実際に試してみたらいかが。ほう、なら私の部下と力比べでもしてもらうか。命がけの忠誠心とやらは拝見できるんだろう。研修中の警護スタッフにプロ相手をしろとは酷な要求だと思うけれど、どうしても私が信用できないというのだから受けざるを得ないわね。準備会からです。これ以上は時間を割けん。そのテストで判断するしかないだろう。それはどう思う。試しは本日中に行う。後で連絡をさせよう。それでいいのだね。天の字、平気ね。そのものの身辺調査は。ええ、もちろん終わっているわよ。こちらにも回してもらおう。コタロ、力を隠したまま格闘の心得がある大人をのすことはできて。ありがとう。一旦部室で待機していてちょうだい。5分で往復できる近道があるわよ。しかも私専建設途中で計画中止になった
地下鉄の施設よ。区間も短いし、建設途中だった他の路線も交わっていないから、存在を知る者はほとんどいないわ。誰にも言わないでね。で時間を潰していた。仕事があるの。あれだけのことを言った手前、サボってはいられないもの。今からテストを始めるわよ。いいこと？必ずしも勝つ必要はないのよ。力をセーブすることが第一。超人性が発揮されないように注意なさい。常人の範囲で前線してくれればベストよ。そういうことだったとはな。聞いてるかよ。俺はおめえの審査役を仰せつかったんだぜ。そのなめた態度、後悔させてやるからな。そちらの見物客はいない。我々も暇ではないのでね。自分一人だけですよ、お嬢さん。さあ、とっとと始めちまおう。では審判代わりに私が仕切りましょう。ふん、素人さん、合図だけで構わないぞ。やめ時は俺が決める。開始してください。おいおい、ルールは決めないのかい？それだと何でもありになっちまうだろう。普通そういうものではない。顔面や急所が解禁ってんならそれでもいいですがね。俺はでも下手したらそいつ使い物にならなくなっちまいますよ。相手に大きな怪我をさせることは禁止します。殴る蹴るくらいはよしとしましょう。目つぶしはダメだが、顔面ぶったたくのはありってことだな。おい、それでいいのかい？決まりだな。では、開始。
太郎、どうしたの？さっさと終わらせて。
そうですね、有効ということで。格闘技のルールはよく知りませんので。しかし高砂氏はまだ戦意を失っていないようで。このガキャー。やめなさい、高砂。俺はよ、いじめられっ子ってやつでな、ガキの頃から強くなりたくて死ぬような思いで鍛えてきたんだぜ。柔道やら空手やらボクシングやら剣道やら、果てはムエタイなんてのもかじってみたけど、何をやっても才能ってもんがね、まるで上には行けやしなかった。自分より体格の劣るやつに乗されてんのにか、笑えるぜ。15の時から腹筋を鉄板にすることだけ考えてきたんだぜ。自衛隊にも入った。だが何をしても満足できる自分をものにできなかった。俺の半分も努力してねえような若造があっけなく晴れ舞台に立つのを見て、それで俺はもう嫌になっちまったんだ。世の中恵まれた奴が勝ち残るのかってな。そして今日ついに素人のガキにも負けた。高砂、それ以上やるようなら問題にするわよ。うるせえよ、ひな人形が。愚か者が。才能あるやつはすぐ強くなれて羨ましいぜ。なあおい、だけどこいつを裁けなきゃよ。聖女様の護衛なんて務められねえ。そうだろう。天王寺さんはその魔物を倒せますか。つくの。いいじゃありませんか、あの程度の個体。彼が本当に仕事ができるかどうか見極めるにはちょうどいいのでは。小太郎はぬるま湯に浸かってきたのよ。しかるべき訓練を受けてから。茜さんは彼を甘やかしすぎです。私は彼を信頼などしていませんよ。仕事の一つを明け渡すのですから、それ相応の能力は要求したいところです。小太郎にあれを倒せというのね。はい、これは聖女会の一員としての意見です。小太郎、やれて。そうよ、そのままでおやりなさい。
なるほど。
勝負ありですね、高砂さん。何した、てめえ。ああした架空の魔物を創出するには生物学的センスが必要よ。才がないと自覚があるなら、創出方法が確立されている動物型を吟味すればよいもの。あのような見た目ばかりのものがどんな用途に使用できると思って。進化を重ねてきた実在の生物の方が構造的には完成している。それを凌駕するセンスは努力だけでは身につかないものよ。けれどお前はそんな明白な事実を無視した。自らの劣等感にとらわれすぎたことがお前の敗因かも。でもそうした心の欠損こそがお前を外野主義者にしたとも言える。お行きなさい。天の寺小太郎は力を示した。もはや何の問題もない。外野主義者は誰だってそうだわ。そうかもね。そうね。でも能力を使ったわね。見られはしなかったと思いますよ、位置的にも。そうね、分かってるわ。まあ結果往来ということにしておいてあげる。お前は今日から聖女会所属の外野主義者よ。せいぜい頑張ることね。家に帰りづらかったら今後の寝泊まりにはここを使って。私はもう当面ここは利用しないから。もともと息抜き用の書斎として調達した部屋だったし。何もかも組織に拘束されっぱなしなのは尺でしょ。ちょっとした犯行、すなわちロックよ。学校に通っている気分も味わいたかったし。ええ、そのつもりよ。忙しくなってきたし、そろそろ遊んでもいられなくなってね。もともと決まっていたことだから、それはいいのだけれど。小太郎、今のうちに言っておくけど、私たちは時には超法規的な行いも辞さない立場だわ。魔物を用いることを、ガーディアンはテロ活動と位置づけている。私につくなら正義の味方にはなれない。やめるなら多分今が最後のチャンスね。なら最低限の覚悟はしておいた方がいいわよ。殺し合う。私には本来お前を慰めてやることくらいしかできないの。だからお飾りの護衛で構わないと思っているのよ。外野主義というのは地球環境を相対的に捉える思想よ。それは一言で説明すれば、人よりも星の存続を重視する考え。だからお前みたいな人間には辛い場所かもしれないの。
だからもし私のそばにいてくれるなら、目を閉じて耳を塞ぎなさい。だけどもしどうしても我慢ができなくなったなら、そうね、その時はお前の好きにするといいわ。裏切っても構わないという意味よ。Thank you.
どうするつもりなのかな？人気のない部屋に？なかなか問題がありそうな計画じゃないか、君。アホ。刑事責任はないでしょうね。島子が一人でここまで来れたことに驚いたわ。私がいる時は来なかったのにね。そんなことより、ランチ買ってきたわ。たまによ、たまに。力つけないとやっていけないもの。ちゃんと仕事がしたい？護衛の。説明は理解できたのよね。どうしてまた？やりたいこと。あっ、あっ。私は相変わらず冷静だわ。適任ではあるけれど、いざという時、実際に動くのはとても難しいことよ。悪いけれど、お前にそれができるとは思えないわ。即興的な人間よね、お前。ならまず、私たちのことについてもう少し話しておかねばならないわね。
そう、操る魔物に自分の生命力を注ぐ。だから魔物使いは誰もあまり長生きはしないわ。ごく稀に極端な才能を持った者はいるけれど。聖女は違う。現聖女の鹿島さくらは途方もない才能の持ち主だったと聞くけれど、聖女は指名によって継承される名誉職のようなものね。だから私にはそれほど魔物使いとしての才能はないのよ。その話は少し深いテーマね。人が魔物使いの才能を開花させるのはそう難しいことじゃないの。魔物使いの力とは資質、つまり精神の奥に眠るある種の願望みたいなものなのよ。自分を取り囲む世界に強い不満があると人は閉塞してしまうでしょ。その時どう行動するかは人によって異なるはずよね。アンケート覚えていて。世界に不服がある。だけど自力では変えられない。その暗い衝動が恐ろしげな獣の姿となって漏れてる。それが魔物ね。そこまで強い鬱屈は時に破滅をもたらすほど衝動的なものなのよ。魔物使いたちは皆内にこもっている割には強い感情を秘めているものよ。問題に直面した時、自分に対処する力がない場合、それでも自身を改革して事態を乗り越えようとする者もいるわね。彼らにとって信じるべきは自分だけ。自らを強めることで克服を行う。それが、彼らの多くが外交的で独善に陥りやすいのはそういった資質が関係しているのね。でも自分がいればどうとでもなるという考えは問題を根本的に解決しようという意志に欠けてしまうものよ。ガーディアンにとって闘争こそ自らの存在を証明する手段。お前の力は確かに毛色の変わった能力ね。どういう本能が拡大されてああなったのか想像もつかないわ。未分化なのかもね。近いうちに魔物が扱えるかどうか試してみましょう。そうね、そういう理解をしたのね。確かにそうね。私たちは魔物で世界に働きかけてきた。風祭りがこの地域における聖地なだけで、魔物と狩人の闘争は世界規模で続いてきたわ。でもね、小太郎、
どれほど強力な魔物を生み出そうとも、世界は変わったりしないのよ。力仕事をお願いすることはできますか？ありがとうございます。では30分後に本部の玄関でお待ちしてます。本当に何が楽しいんでしょうね。食事をするのに2時間待ち、トイレに1時間待ち、もし間に合わずに漏出してしまったらと考えると怖いですよね。共産のミニ植物園の準備が間に合いそうにないんです。あの土袋なんですが、業者の手違いで奥まで運んでもらえなかったんです。お願いします。バレない程度に一つ。でも茜さんも大変よ。桜様のお世話と政務の両方をこなさないといけないんだもの。この間の代理スピーチよかったわ。毅然となさってて、あれでこそ聖女よ。昔は人前でほとんど喋ることができなかったっていうから、超速の進歩よね。聖女会って名称を変更しようって話、あれ本当なのかしら。やっぱりあれでしょ、宗教と間違えられるから。別にいいじゃないね。神経質すぎるわ。聖女会の名称変更断固反対ね。連帯する、活動しちゃう。ピケなら任せてよ。学生時代はピケットの怪物と呼ばれたのよ、英語で言うなら。やっぱりさくら様が亡くなったら、本当そういう話になるのかしら。ご容体だいぶ悪いそうじゃない。
それはお月の天王寺さんがご存知かもよ。どうなの天王寺さん、さくら様のご容体。あら、やだ、あなた知らないの？それはいけてないわね。クズメンヌ、手伝ってあげないとダメよ。そうよ、茜さん一人で受け持ってるんでしょ。あなたいい人なんだから、介護手伝ってあげないとダメダメ。結婚してからの予行練習と思いなさいよ。そうだったわね、聖女様のお世話ってしもめの役目だものね。でもお体が弱っているのに入院もされないで心配だわ。専門の医療スタッフがついてるんでしょ、平気よ。でもかなりのお年なのよ、平気ってことはないわ。もう公園にお顔を見せなくなって何年。皮膚よ、桜様が患ってから茜さんが立派になった。おぼし飯なのよ、きっと。桜様、実はもうとっくに亡くなってたりして。収穫祭の景品だってよ。来てみるか？
さくら様のお加減はどうなんでしょうか。頑張ってください。応援してます。今度うちの地域のミーティングにもいらしてください。あの、握手していただけませんか。自分も握手を。私も。こっちはサインをぜひ。サインと握手両方ダメっすか。写真よろしければ目線お願いします。 CD 出たら買います。こちら茜様、握手会の列となります。整理券を配布しています。写真撮影や長話はご遠慮願います。混雑緩和にご協力願います。整理券をお持ちのままお帰りいただいた方は次回握手会にて優先的に対応いたします。混雑緩和のため茜様の元にたどり着かない外れ列がございます。何卒ご理解願います。チケット高く買います。なのよこれは。誰がイベントを盛り上げると言ったか。場所の指定をミスったわ。話があるんだったわね。移動しましょう。部室で聞くわ。ここは落ち着くわ。お飾りの聖女候補は人と会うのが仕事よ。私個人に対するものじゃなく聖女に対する敬意よ。それに収穫祭で市外から大勢の人が手伝いに来ていることも重なって、毎日こうだと食堂はちょっと使えないわね。お願いしようかしら。格上の者に可愛いなどと言うべきではない。ああいう時は今後もほどほどのところでお前がフォローして。で、話というのは。
確かテレビから女の怨霊が出てきたのだったわね。ああ、あれ、リーフドラゴン、竜よ。大型魔物の一つでね。あれは気球みたいな体構造をしていて、折りたたむとお弁当箱サイズに。って、そんな話はどうでもいいのよ。あれがどうかしたの？錯覚でなければ考えられるのは、特殊な追跡術を持った何者かということ。そんなことができるのは。判断材料がなさすぎるわ。写真とかないの？いるにはいるけど、特殊なケースよ。だけど私たちの一派には、遺体を動かす方法は伝わっていないの。マーテルとは別系統のガイア主義者のグループでなければ、考えにくい話だわ。単に人型という意味であれば、人形を操るくらいのことはわけないけど。待って、女の子という話だったかしら。特徴はある？ありえないことじゃない。だけど、一個体に関心を示すなんてことが。コタロウ、お前が見ているその少女、他の人間には見えていると思う？魔物の中には、相手の認識をかき乱す、特殊な力を持ったものが存在するの。目には入っても意識できないということよ。魔物を動かす命の力は人間に見えにくい性質があって、その属性を色濃く持った個体が生まれることがあるのよ。お前は狩猟者よ。狩猟本能を拡大して発揮する。狩りをする上で獲物を発見することはとても重要だわ。超人の中にも強い眼力を持った者がいるというわ。お前がそうなのかも。不安定ながらお前には眼力がある、と考えるのが妥当ね。コタロウ、仕事を頼めて。その少女を確保してほしいの。安心なさい。その少女が怨霊ではない確率は 75% 以上よ。私のために働いてくれるって言ったじゃない。
少女はおそらく鍵と呼ばれる超自然の存在。魔物は人間によって生み出される。けど鍵だけは違うの。鍵は大地から自然に生まれてくる存在なの。そう、人間の意志を介在せずに。その話は長くなるの。おいおいしてあげるわ。ただ私たちガイアにとって鍵が崇拝の対象であることだけは知ってる。けど彼らにとっては逆に討伐の対象となる。もし鍵が市内をさまよっているならすぐにでも確保しなくては。彼らに発見される前に一刻も早く秘密裏に事を運ぶ必要があるわ。お前一人で動いてほしいの。そして私以外の誰にも話してはならないわ。素人探偵だから仕方ないことだけれど。いいけど冷静に考えるといささか、いやかなり無理があるかもしれないわね、この仕事。明日からは人手も割くし、いろいろ便宜も図ってあげるわ。もちのろん、眼力を持っているのはお前だけなのだから。ならこの機会に覚えなさい。いずれ必要になることでしょう。崩壊は必然だったと思うわよ。そういう意味ではないのよ。それに私だって聖女のしもべでなければ誰も慕ってなどくれないわ。ん？そう？この時期に忙しくなかったら逆にやばいわよ。そうだわ、魔物を試してみましょうか。今、これからに決まってるじゃない、トーマ。魔物を生み出すにはこの方がいいのよ。目に見えるものを曖昧にすることで観測力が弱まり、命の定義がほつれる。その現実と異界の淡いに魔物が存在する余地が生まれる。いいこと？鍵というのは魔物の原型のような存在なの。不安定である代わりに望む形にこね上げることができる。生命未満の命、それが魔物。私たちは遠い昔、この技を鍵から盗み取ったの。鍵をめぐって
私たちは殺し合いの歴史を積み重ねてきた。収穫祭もね、もともと鍵の降臨を祝う祭りだったのよ。鍵には放浪と帰巣の本能が備わっていてね、生まれてから何十年も世界を歩き回り、時が来ると故郷に戻る。この時期、ガーディアンが祭りに乗じて人材を送り込んでくるのは、その鮭を狙ってのことよ。鍵には変革をもたらす力が秘められているの。そう。でも魔物は不完全で弱い。けれど、始祖たる鍵は別だわ。隠しても仕方がないから言うけど、この文明社会を滅ぼしかねない力なの。爆弾のようなものと考えて、核兵器よりも何十倍も強く、星を一掃するほどの。違うけど、今はその理解でいいわ。ガーディアンは鍵を抹殺することで、そのリスクを回避しようとしているの。鍵とて何の理由もなく人を滅ぼしたりはしないの。身勝手な論理でこの尊い存在を殺めることは罪だわ。できたら秘密裏に抑えたいの。須崎たちに知られないように。あれはガイア主義者ではあるけれど、歪んだ野心家。ガーディアンと同じ鍵を独占しようとしている。鍵は人の振る舞いを見ているの。監視者なのよ。本来人は日頃の行いによって滅びを免れるべきなの。鍵は兵器でも最悪でもない、星の意志そのものよ。そうよ。でも私は今、須崎の監視下にあるようなもの。聖女の意向も今や過去のもの。使える手駒が少ないの。いるにはいるけれど、須崎によって厳重に監視されていて、おいそれとは使えない。お前は注目を集めずに使える。数少ない人間というわけ。鍵を目視できるお前は最適のスタッフだわ。もし魔物が使えるなら仕事の助けになるはずよ。モノミドリという魔物よ。素材に実際の鳥の骨格を用いているからでしょうね。モチーフの大半は葉や鶴よ。目だけは視力に優れた猛禽類のものを利用しているけれど、大きく喪失と契約に分かれる。生み出す行為と魔物を使うことは別なの。だから誰かが喪失した魔物を他の魔物使いが使役することも可能よ。実際には個体差や相性の問題もあって、自分の作ったものを使うのが一番だけどね。
一番突拍子もない話になると思うけど、石の町から呼び出しているのよ。お前の言うところの異次元空間みたいな場所ね。多分ね、風祭り師から漏出した命の力がわだかまった領域とも言われているわ。つまり都市サイズの魔物みたいなものね。風祭り師を複写する性質があるの。もちろんインフラは通っていないけれど、今では魔物たちの牧場として利用されている。ある種の手順によって働きかければ、石の町に魔物を吐き出してもらえる。不安定だけどね、向こう側に神隠しが起こることも多いわ。そこは機械のように正確にはいかない。誰？ちなみに、風祭り市の外では換気術は使えないわよ。他の土地では魔物は物理的に運用するしかないわ。素材によっては腐敗も起こるから、冷蔵庫に保存するのが最善よ。どうだっていいのよそんなこと。話を戻すけど、お前は既存の魔物との契約から試してもらうわ。それで動かせるようなら相性の良い個体を見繕ってあげる。始めてちょうだい。よく見えるのね。ならよく見ておくことね。指の感覚を通して対象の中に埋没する感覚を探すの。魔物を扱う資質があれば必ず見つけられるはずよ。ほら、通った。つながりを持ったわ。契約が成立したのよ。いわば神経が通った状態ね。でもこれだけでは魔物は動かない。魔物の側に動くための生命力がない。食事もしないし、生きるための臓器もない。魔物は自力では動けないの。だから自分の命を少し注ぐ。ええ、練習用の魔物だし。
契約を切って動けなくなっただけよ。魔物を使うにはいくらかの命を使うの。それが疲労として出るのね。私は魔物を扱うのが得意ではないし、睡眠不足でね。ええ、今夜は眠れる。それより小太郎、契約を試してみて。触れてみなさい。適性があるか調べましょう。何か感じない？つながる感覚のようなものよ。ただの人形に触れているのと異なる感覚が少しでもあったら、そこに意識を向けて。視覚は邪魔になるから、見えるなら閉じておいた方がいいわ。指先を動かすようにその感覚を操れるか試してみて。予想はしていたけど、驚きだわ。なら、コタロウの魔物使い適性は C プラスってところね。私が B マイナスだから、どっこいどっこいね。先代のカリスマが高すぎる能力を持っていたのよ。私には真似できないわ。でも私には、親の七光的にみんなを引きつけることができるわ。仕方ないわ。こればかりは資質次第だもの。一人で大型魔物を操ることもできたと聞いているけど、リーフドラゴンのことなら体重25キロほどしかないから猟犬より軽いわよ。既存の生物をほとんど参照せず、ゼロから設計された魔物。架空師と呼ばれるタイプね。ただ軽いからといって扱いやすいわけではないけれど、魔物使いの世界でも空軍のパイロットになるのは大変なのよ。私が鳥を飛ばせるまでに何年もかかってるから、きっと無理ね。人形を操ってみてどう？疲労はある？どうやら生命力ではお前の圧勝のようね。猟犬くらいのサイズになってくると疲労は顕著になってくると思うけど。Thank you.
遊びながらでいいから聞きなさい。鍵の保護についてなのだけれど、原則として鍵は自分からは人を襲わない。けど攻撃をすれば反撃されるということが報告されているわ。決して攻撃は仕掛けないようにして。古い記録によると、神として祀るのが一般的ね。楽しそうにしてると寄ってくることがあるらしいわ。そうね。決して弱いものではないわ。けど実際のところ、鍵はガーディアンによって何度も駆られている。鍵は人の姿をしていても人ではないわ。人間独特の戦術的思考に対応できないのよ。高度な絡め手には対抗できないでしょうね。敵意がなければ反撃は受けないはず。でも保証の限りではないわね。でも鍵は小太郎に執着しているようだからうまく導いてほしいの。わからない。こんなことは初めてよ。無茶ぶりで悪いわね。何？やだ。そんなに見えるの？ヘイチャラよ、こんなの。それより鍵よ。大事なことだわ。誰にも見つからずにことを終える必要が。大丈夫。ただの貧血。いらないわ。少し休めばすぐに良くなる。着くのは騒ぎすぎるの。いつまでも保護者気取りなんだから。大事な時期に倒れたなんて騒がれたら、今後がいろいろ大変になる。須崎に口実を与えたくない。ダメよ。鍵の作戦を詰めて。どこに誰の耳があるかわからないでしょ。昨夜はすまなかったわね。段取りを決めないとね。でも時間がないから
すがに明日からは本格的に身が開かなくなるもの。こういうの好きそうだけど、今回だけは遊び半分じゃ困るのよ。聖女会から一人、鶴橋という人物を貸すわ。それなりに有能で、免許も持っていて、社会性も保っている。無理よ、動かせるだけでは。まだ換気術だって教えてはいないじゃない。鳥を飛ばすのは難しいのよ。私の貸すものを魔物のようにこき使えばいいじゃない。天王寺さん、聖女会の鶴橋です。町中を巡回すればいいのね。高校生くらい？アカネさんと同じ学校？そう、森人なんだよね。そうだよ、今の聖女様も以前は森人をそばに置いてて、須崎さんって人なんだけど、今の学部長の。天王寺さんはさ、アカネさんの彼氏かなんか？いいね、若い人って。若くないよ、こんなのも。一応20代前半だけど。でももう女閉じちゃってるし、終わりかけたおばはんだよ。いや、それ以前に人として閉じてるって感じかな。会社だってマーテル出資だからクビにならないだけで、普通だったらとっくに自宅に返品されてると思うよ。無能だし。顔を立ててくれてるだけ。実際は違う。
若い子ってキラキラしてるよね。何がそんなに楽しいんだろう。あんな笑ってられるの今だけなのに。Thank you.
お仲間っぽいね。本部好きの人たちだと思う。石の町に住んでる人たち、帰るところだろうね。近くに通路があるんじゃないかな。石の町に抜けるための場所。さあ、そういうのは須崎さんの管轄だから、たくさんあるんじゃない？そりゃ。さあ、彼氏なら茜さんに聞いてみたら。若いんだから聞かないで行動しなよ。せっかく恵まれた立場にいるんだから。すみません。この子をしばらく預かってもらえますか？いいえ、とても懐いている方ですよ。私が少し大事な用事ができてしまったので、2時間ほどで結構ですので、他にお願いできる人がいないんです。